学問のすすめ、学問のすすめ、学問のすめ、学問のすすめは、福沢諭吉の著書の一つであり、代表作である。書編から17編までシリーズとして発行された。書編のみ、小畑徳次郎教著。1872年、明治5年2月書編出版。以降、数年かけて、順次刊行され、1876年、 明治9年11月25日17編出版をもって一応の完成を見た。その後1880年明治13年に合本学問の漢情という前書きを加え一冊の本に合本された。明治一新直後の日本人は数百年変わらず続いた封建社会と儒教思想しか知らなかった。本書は国民に向かい日本が 中世的な封建社会から近代民主主義国家に新しく転換したことを述べ、欧米の近代的政治思想、民主主義を構成する理念、市民国家の概念を平易な比喩を多用して説明し、儒教思想を否定して、日本人を封建支配下の無知まいな民衆から民主主義国家の主権者となるべき、自覚ある市民に意識改革することを意図する。また数条を割いて、 当時の知識人に語りかけ、日本の独立維持と明治国家の発展は知識人の創建にかかっていることとき自覚を促し、福沢自身がその先頭に立つ決意を表明する。後半の数章で生活上の心構え等の持論を述べて終わる。文体は平易ながら明治維新の動乱を経て新しく明けた新時代への希望と 国家の独立と発展を担う責任を自覚する、明治初期の知識人の気概に満ち、当時の日本国民に広く受容された。おそらく近代の啓発書で最も著名で、最も売れた書籍である。最終的には300万部以上売れたとされ、当時の日本の人口が3000万人ほどであったから、実に全国民の10人に1人が買った計算になる。人には上下の別があるとする。 儒教思想に由来する、それまでの日本人の常識を完全に否定する。点は、人の上に人を作らず人の下に人を作らずと、イヘリという冒頭の一節は著名だが、このヘリは、現代における、言われているという意味で、この一文のみで完結しているわけではない。しかも、この言葉は、福沢諭吉の言葉ではなく、アメリカ合衆国の独立宣言からの本案であると、 するのが最も有力な説である。この引用に対応する下の句とも言える一文は、されども、今広しくこの人間世界を見渡すに賢き、人あり愚かなる、人あり貧しきもあり富めるもあり、貴人もあり、下人もありてその、あり雲と、とのそうやるに似たるは何ぞやである。つまり、天は、人の上に人を作らず人の下に人を作らずと、言われている。人は、 生まれながら、気践上下の差別ない。けれども今広くこの人間世界を見渡すと、賢い人愚かな人貧乏な、人金持ちの人身分の高い低い人とある。その違いは何だろうそれは、はだ明らかだ。賢人と婦人との別は、学ぶと学ばざるとによってできるものなのだ。人は、生まれながらにして、気践上下の別はないけれど、ただ学問を務め物事をよく知る者は、 人人人人ととととととなり無学ななななりりり富無もののは貧下るる。だということである以上の言葉は、初編からの引用であるが、虚実渦巻く理想と現実の境を学問によって、黎明するといった、全体として学問の有無が人生に与える影響を解いている。彼は、上位の気分が蔓延していた当時に上位を否定し、また、政治は国民の上で成り立っており、 愚かな人の上には厳しい政府ができ、優れた人の上には良い政府ができる。法律も国民の行いによって変わるもので、単に学ぶことを知らず無知であるのに、合祖や一揆などを行ったり、自分に都合の良いことばかりを言うことは恥知らずではないか。法律で守られた生活を送っていながら、それに感謝をせず自分の欲望を満たすために法律を破ることは、 辻褄の合わないことだ。医薬等と大政奉還から約4年半後の世相を考えれば、かなり先進的な引用だったと言える。さらに古文や漢文については、良きものではあるが、そこまでして勉強するものではない。医薬と意義を否定はしないが、世間で扱われているほどの価値があるものではない。と言って、受学者や朱子学者が使うような難しい軸のある漢文や古文を学ぶより、 まず日常的に利用価値のある読み書き、計算、基本的な道徳などの実学を身につけるべきだと書いている。本書は数章を除いて小学校の教科書とするため、もしくは高等教育を受けていない、当時の一般国民を読者に想定して書かれている5編。そのため当時の基準では平易な文章だと言え難解な政治思想を説明するため比喩が多く、 使われている本書が執筆された明治初期は明治国家の国家像が模索されている時期であった。福沢は儒教的価値観と完全に決別した市民国家を構想していたが、やがて形成された政府の方針は天皇への忠義を中核とする天皇制国家であった。忠義を国家の中心価値とする政府の方針が明確になりだした1882年。 明治十五年前後から、福沢は政府の方針を受教的反動として、自治新法で反を展開するが、1889年、明治二十二年の第二本帝国憲法発布を経て、天皇制国家は確立する。忠義や高校をはじめ、受教的な価値観を完全に否定した福沢の思想は時代を先取りしすぎ、明治社会下では、福沢自身への批判、攻撃を招いた。 学問の進めへの批判は、特に第6編、国宝の尊きを論図と第7編、国民の職分を論図に集中した。第6編では、赤老市の討ち入りは、私的制裁であって、正しくないと論じる部分が批判の体となった。また第7編で主君のために、自分の命を投げ出す、中君義士の討ち死にと、主人の使いに出て預かった一両の金を落とし、 申し訳なさに並木にふんどしをかけて首をくくったゴンスケの死を同一死し、死的な満足のための死であり、世の文明の役には立たないと論じている。この部分が、くすもきまさしげ、難攻の内地にが無益な死と論じたものと解釈されて批判の対象となった。ただし、福沢自身はくすもきまさしげには全く言及していない。福沢は、上記の批判に対して、 慶応義塾59郎1 0 1万、極苦1000番というペンネームで、学問のすすめの表という弁明の論文を記して、投稿し、郵便放置新聞明治7年11月5日、豪付録に掲載された。さらに、長屋新聞同年11月7日号に、学問のすすめの表として転載され、日清誠氏、同年11月8から9日号、 横浜毎日新聞同年十一月九日号にも掲載された。この当初が掲載されてから、ようやくまりて世間にの性を聞かずということになった。有名な作品であるため、他の作品、商品に本書をもじった名前が使われることがある。初版本は、活版印刷で、縦十八センチメートル、横十一点五センチメートル、橋書きを含め三十三ページで構成され内容は、 書編のみとなっている。現存数が少なく、日本全国で10冊ほどが確認されている。大分県中津市内の福沢、雪地急遽記念館内に、書版本を展示している。1968年に、日本近代文学館から、名著復刻前週近代文学館明治前期29として、学問の進め、全、書編が復刻されている。小室正樹。 西川春作編、福沢諭吉著作集、第3巻学問のすすめ慶応義塾、大学出版会、2002年、ISBN 978から47億6640万8799には、学問のすすめ前、初編初半本の英遠が収録されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。